おはようございます、こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日何話そうかななんて思ったんですがね、またねちょっとね、あの斉藤ひとりさんのね、まあお弟子さんの宮本真由美さんの動画を見まして、ちょっとねすごいね、もうあのタイトルが気になる話でして、まあね、そのタイトルっていうのはね、あの働かなくてもねお金を稼ぐ方法みたいなね、そんなタイトルだったんで、あの本当にねお金、あの働かなくても稼げるんだったらいいななんて思いまして、それでねそれをね、ちょっと見てみました。そしたらね、まあ、結論から言うとね、まあ、斉藤ひとりさんがねもう真剣に真剣にね、まあ、その方法をねもう考えに考えて考えた結果、まあね、働かなくてねお金になる方法はねどうしてもね見つからなかったっていうことです。まあね、投資とかそういったものとかね、そういったものはねまたね、また違ってくると思うんですけど、まあ、斉藤ひとりさんのね、まあ、結論は働かなくても、まあ、お金を得る方法、それはねないっていう、まあ、結論なんですけど、じゃあねどうしたらいいかっていうと、仕事をね、まあ、遊びにしてしまえばいい、遊びっていうとなんかね、語弊があるんですけど、ゲームにしてしまえばいいっていう、そんなねことを、まあ、言ってましてね、実際ね、まあ、楽しく仕事をすればね、まあ、いやいややるっていうと苦行になってしまうけど、まあ、楽しくやればね、まあ、全然ね、嫌じゃないですよね。まあ、ゲームみたいに、例えば何かやるときに、まあ、昨日は10分でやったところを今日は9分でやってみようとかね、そういったねことをねして、まあ、それで、まあ、自己満足かもしれないですけど、それをね、まあ、9分でできたときにね、やったみたいな感じでね、そういうふうに喜べば楽しいのかなとか思いました。それでパチンコの話をしてたんですけどね、パチンコもね趣味でこうやってる分には楽しいんですけど、もしね、まあ、パチンプロの方っているんですけど、まあね、趣味程度でやってパチプロの人はもうね真剣に多分もうねデータから何からいろいろ調べて本当に真剣にやってると思うんですけど、まあ、遊び程度の人がね、趣味程度の人がもしねパチンコを仕事にしてくださいって言ったらね、最初はねすごくね、まあ、喜んで、あぜひなって言ってやるかもしれないんですけどね、毎日毎日ねもうじーっとしてね、それで音楽ガンガン流れて、それでタバコのね隣でタバコスパスパス吸われてたら、だん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 ねそういうのもね、まあ、苦行辛くなってくると思ってた、まあすごいね楽しいと思ってたこともね苦行になってしまう、そんなねような話もしてたんでね、実際ねそうだろうななんてね、そんなことをね自分も思いました。なのでね、本当にね楽しくね何でもねこう仕事とかも取り込むことによって、まあね、まあ、楽しいことがお金になる、まあ、それ仕事だから当たり前なんですけど、まあね、考え方ですよね。それでね自分はね結構ね昔本当に仕事が嫌で嫌でしょうがなくてパニック障害にもなってしまってたんですけど、仕事行くのが嫌で、まあ、やだなやだなっていう気持ちがねパニック障害になってしまったなんて、そんなね時期もあったんですけど、今はね本当にね仕事をやっててね、まあ、楽しい楽しい、ちょっとね楽しいばっかりではないけど、でもね昔に比べたら本当にね、まあ、やりがいっていうか楽しくやってるなーなんてね、そんな風に思うんですけど、それっていうのはねやっぱね、言霊をね変えてから、言葉をいい言葉しか使わなくなってから、まあそういう考え方っていうか、まあ何やるにしも楽しくできるなーなんて、そんな風にね思えるようになりました。なのでね、まあちょっとね今日の本題から離れてしまうんですけど、まあ僕はね言葉を変えてから自分がね、まあこう変わり始めて、今ね、まあまだね未熟な部分がすごいたくさんあるんですけど、まあ未熟だらけなんですけど、本当にねちょっとずつ変わりだして、まあ仕事もねこういう動画も毎日撮るのもね全くね、まあ、すごいですねとかよく言われるんですけど、全然ねまあすごいって思ってなくて、ただ楽しいからできてるっていう、そんな感じですんで、まあ言葉を変えて、それでやると、まあ、気持ちもねどん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 変わっていくなーなんて、そんなことをねすごく実感しております。なのでね、まあねタイトルに多分
自分もね、働かなくてお金が入る方法みたいな、そんなタイトル入れると思うんですけど、まあね、見てね、なんだそうなんだなんてがっかりしないでね、まあ楽しくねやることによって、まあ楽しくやってお金がもらえるみたいな、そんなね感覚、ゲーム感覚でやると本当にいいなーなんて思っております。はい、ではね、今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。